はい、プロペラです。今日はですねアプリを紹介したいと思います。もう結構有名なアプリなんですけど、こちらのモーセというねアプリ、ちなみにここのマイクラは子供がうちの子がやるマイクラなんで、ここに準備してます。勝手にパソコン開いてマイクラをしていつもやってます、ね、最近で。このモーセというアプリ、これがかなり神がかったアプリなんで、ちょっと紹介をしたいなと思いました。でこれ無料版と有料版がやっぱりあるんですけど、無料版の場合はこの4トラックしか、ないんですけど、有料版になるとこのトラック数を増やすことができるんですね。これ何かっていうのは後でちょっと説明します。でこれが楽曲をここから自分のねファイルを選んで、取り込むことができるんですね。ちょっと今お見せできないんですけども、例えばこの買ってきて、CD で取り込んだやつとか、あとはダウンロードして買った楽曲とかをここに取り込むことができます。でこれ僕が5年ぐらい前にボーカロイド作ってたんですよ。でその時のやつをちょっと一旦サンプルで入れてみましたんで、ね、ちょっと見てほしいですね。まずちょっとフリー版の場合の4トラック見せます。こんな感じ。これ再生中にまず上のコードを認識してくれて、 AI がねコードを認識してくれて、ここに表示してくれるんですよね。これまずすごいですよね。でここ各パートに分かれてますよね。ボーカル、ドラム、ベース、まあその他の楽器みたいな感じで、4トラックの場合はこうなってるんですけど、例えば普通のバンド、レッチリのような、バンドだったらボーカルと、ドラム、ベース、そしてこれはギターっていう扱いになりますね。でここを絞れば、例えばこう今ギターが消えたんですよ。ここから今ドラムとかも入ってきてる。ドラム消しましょう。じゃあベースだけにしよう。すごくない？逆にじゃあギターだけにしよう。すごいよね。まあ、要は耳コピが簡単にできるわけですよね。これはすごい。でこれフリー版の場合は上に表示されるコードにちょっと制限がかかってて、ここまでですみたいな、この全部の曲の、例えば3分なら3分の曲の、まあ、約半分ぐらいまでかな、しかコードを表示しなかったりします。であとはこのトラックも4トラックまでしかできない。でもう一個有料版、これが月々900円なんですけど、もう使わなくなったらやめることもできるんで、好きなタイミングでね入ったり抜けたりはできるんじゃないかなと思うんですけど、この6トラックとかね、できます。すごいよね。耳コピがめちゃくちゃはかどるんで、このフリー版でも絶対入れとった方がいいと思うんですよ。メトロノームとかも操作できるんですね。勝手にテンポを認識して出してるんです。すごいよな。でキーもいじれます。例えばバンドでこの曲やりたいけどキーを下げて、みんなでやりたいってなった場合も、こうキーを下げて練習ができるってめちゃくちゃやばくない？
ね、すごいでしょ。いや、ちょっとね、これをちょっとお見せしたかった。で、このコードに対してもね、なんか初心者向けとか、まあ上級者向け、ただまあ僕が作った曲はすごい簡単なコードしかないと思うんで、まああんまりね、難しいのはないと思うんですけど、例えばミスチルとか、非常に複雑なコードを使ってたりするので、まあそういったのももうちょっとあの簡単にアレンジとかもね、してくれたりするんじゃないかなっていう感じです。で、これをまた分離させて、エクスポートできるんですよね。ギターとドラムだけにしたやつをトラックとして書き出すことができる、うん、で例えばドラムの演奏だけを書き出したいとか、これめちゃくちゃ良くないですか。例えばこう弾いてみたとかもする方とか、自分で手打ちでドラムトラック打ってる方とかもいるかもしれないですけどね、まあ、そういったのの、練習用のバックのドラムとして使うこともできるのかなと思いますね。案件とかじゃなく、これはすごいなと思ったんで、これは絶対にあの皆さんフリー版でいいから入れてみるのをおすすめします。フリー版はもしかしたら追加できる曲とかもね、限られてると思うんですけどね、そこだけちょっとあのあんまり僕もよく分かってなかったんですけど。であと一応こうやって歌詞も出てきますね。これでね、もう耳コピーめちゃくちゃはかどると思うんで、あ、ちなみにもちろん、うん、さっきの、ギターをじゃあ鳴らしてます、これのほら、テンポを落とすこともできます。これが元の速さね。すごくない？こうやって、まあ、ギターの耳コピーの練習がはかどるアプリになってますんで、スマホでも多分 iPad でも、使えると思いますんでね、まあ、ぜひ皆さんもね、使ってみてもらったらいいんじゃないかなと思います。ということで、今日はモーセの、紹介でした。はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。